マーロン・デボニッシュは、イギリスの陸上競技選手。アテネオリンピックの金メダリストである。コベントリー出身。デボニッシュは、1995年のヨーロッパジュニア選手権の200メートルで優勝。最初のメジャーな大会での優勝を果たした。3年後の1998年には、マレーシアのクアラルンプールで開催された、コモンウェルスゲームズの400メートルリレーに、 イングランド代表として出場し、優勝を果たす。さらに、翌年のスペインのセビリアで開催された世界選手権でもイギリス代表として400メートルリレーに出場し、銀メダルを獲得した。2000年には、初めてのオリンピックとなるシドニーオリンピックの英国代表となり、200メートルと400メートルリレーに出場したが、200メートルは二次予選で敗退。 4 0 0ルリレーも予選で失格となった。2002年のマンチェスターで開催されたコモンウェルスゲームズでは2 0 0ルで銀メダル。さらに4 0 0ルリレーでは全大会に引き続き2連覇を達成した。この直後にミュンヘーンで行われたヨーロッパ選手権にも出場し2 0 0ルで銅メダルを獲得。さらに4 0 0ルリレーでは38秒19で。 ウクライナ以下を抑え優勝。しかし、2003年10月に、リレーメンバーであった同ンチェンバースは、薬物の陽性反応が発覚したため、出場停止処分を受けた。チェンバースの記録は、2002年から訴求して、取り消しの対象となったことから、2002年のヨーロッパ選手権の400メートルリレーについて、イギリスは失格となり、デボニッシュは、金メダルを失った。 2003年のパリの世界選手権でもデボニッシュは400メートルリレーで銀メダルを獲得していたが同様の理由でメダルが剥奪されている。デボニッシュは2004年アテネオリンピックでも400メートルリレーのメンバーとして2大会連続のオリンピック出場を果たす。そしてジェイソン・ガードナー、ダレン・キャンベル、マーク・ルイス・フランシスと共に2位のアメリカを100分の1秒差という 金差で破り、金メダルを獲得した。2005年には、ヘルシンキで開催された、世界選手権の400メートルリレーで、銅メダル。2006年には、スウェーデンのイエーテボリで開催された、ヨーロッパ選手権で、4年前に引き続き200メートルで、銅メダル。400メートルリレーでは、金メダルを獲得し、前回の借りを返した。 2007年の大阪で開催された世界選手権でも400メートルリレーで銅メダルを獲得している。ありがとうございます。